ともすると日本の教育は前者であって、ええ、こう目的ではなくて、うん、形といいますかね、そうこう文法とか それにこうナーバスになると、あ間違えてんじゃないかってことが先に立って、うん、心が乗っかっていかないけど、おっしゃったようにただ今回 のスピーチが招致活動のスピーチがちゃんと心が乗っかってたので、何を伝えるかって目的が、ね、あれ心が乗っかってなかったらね、聞いてられませんよ、聞いてられないですね。心が伝わってくるじゃないですか。そうですね、言葉って、うん、あの言葉もそうなんですよ、はい、言葉の中にあるものが伝わってくるところがポイントなんですよね。そうですね、うん、そうですね、うん、もうまさにそうでした。それから、まあ、ご自身がお書きになったっていうこの文字から伝わってくるインスパイアが、心とか和を持ってと、唐突一つとか先週とは心の若さであるという、そうあれ本当に自分思ってるんですよ。どう思いますよ。そういうふうに信じてる、うん、思います、思います。信じてるからこういうことを書いても、その書いたところにその自分の心が乗っかって、読む人にそれが伝わる、だからね、大変だなって。彼いろんなところで講演しましたでしょ、はい、多分お気になったことないですか。ないです、ごめんなさい、ないんですよ。あのね、彼は早口なんですよ、早口、はい、でね、まあ大変あれなんだけど、その一時脳梗塞もね患って、その口がよく回らないんですよ、だから何言ってるかよく分かんないところもあるんですよ、慣れないと。だけど何を言ってるか半分分からなくても、彼が喋ってるとね、そう喋ってる気持ちが伝わるわけですよ。言葉はよく聞こえなくても、気持ちが伝わってくるんでしょ、うんうん、だからね、すごく説得力が出てくるんです、うん、ですね、ああ、はい、そう、国際人だと思います。そうだからね、うん、日本語で外国人相手にスピーチしてもね、うんうんうん、それは同じことなんです。日本語でスピーチしようが、うん、何に、うん、あ、いいお話ですよ。言葉が通じるんですよ、うん、思いますね。だから、あの一番有名な熱海階段、うん、そのね、このテープ聞かれました。お送りしますよ、このテープ。 ありがとうございます。あのテープは皆様にも、あのテープはね、うん、聞くとね、みんなね泣くんですごめんなさい、もう聞いてないんだけど、もう分かるんですよ、もう本当にその時のまずいですね。そう、あれはね不思議ですよね。何も難しいこと言ってないんですよ、分かりますよ。でもね、こう伝わってくる、不思議ですよね。もうよほどこうお悩みになったし、それはやっぱり一人でやってることではなくて、みんなでこれから進んでいかなきゃいけないっていう中で、やっぱりその絵に描いた文字みたいな話をするんではなくて、命をかけてらしたんじゃないかと思いますね。そう、というのね、私そのさっき言った英文の仕事をしてましたけど、うん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 、まあ難しくて赤字が続いたんですよ、うん、赤字が ね、でね、松下の場合3年赤字出したらクビなわけなんですよ、うんうん、でね、そしてね、ある時ね、決算書を持って行ったら、これ見てね、うんうん、これあかんと、これは人が多すぎると半分にしろって言われたんです、うんうん、半分首に切ろ、半分首切れって言われた、うん、リストラをしろって、リストラしろって言う。だから私はね、みんな同志なんだと、はい、だからね、首切れないって言ったんですよ。そしたらね、何つったかというと、人の命は大切だって言うんですよ、うん、だけど世の中にはもっと大切なものがある、はい、こう言うんですよ。だから首切れって。それで当時私のところ40人ぐらい部下が、社員がその会社でね、はい、国際 PHP 研究所っていうの、私が代表で40人ぐらい社員がいたんですよ、はい、20人にしなきゃいけないですね。それで一人一人面接してね、これこれこうでね、会社はね今赤字だと、これ以上赤字出すだけにいかないっていう話をこうしたら、みんなね、納得していただいて20人辞めたんですよ。いや、自分で辞めますっていう方が20人、それ40人から20人になった次の月の決算は黒字になったんですよ、はい、はあ、うん、でね、その時にパッとその決算書を見てね、うん、これ下が多いなと、立ちどころに反対してね、うん、じゃあどうしなきゃ、首切れって、うんうん、ですね、で 本当は私がそれを気づいて自らそれをしなきゃいけないんでしょ、うん、だからそれパッて言われてね、もうその時ね驚きましたよ。
その時ちょうどね、大病を患って、あそこの関西の六甲山にある、朝日新聞の方が作られた病院にね、入院されてたんですよ。そうですか。病院室にね、そこに行ってその話したらね、ここ病室の中ですよ、この話したらもう半分にしれって言われてね、だから厳しい面もあるんですよ、そういう面では。やっぱトップに立つ人間ですから。とにかくね、厳しい。で、結局だけどね、私の担当していたこの英文の PHP っていうのはね、残念なことにですね、日の目を見ずに、離陸できずに、ポシャっちゃったんですけどね、今はもうなくなったんですけどね、そういうことでアメリカの事務所もクロスして、でもどうでしょう、そういうトライがあったからこそ、非常に今のといいますか、イズムが伝わっていったんじゃないでしょうか。というのは、そういうもう難しい時代で、その1ドルのそのレートの変動も激しくて、そういう中にアメリカのためにっていう部分もありましたし、それを本当にトライしてアメリカまで行くっていう、この潔さが絵に描いた餅じゃなくて、こういうことが全部非常に感動しますね。ありがとうございます。思います おかね。げでね、向こうの編集の人とかね、印刷所の方とかね、いろんな方と話ができてね、経験としてはね、私の勉強になりました。だ今度私はだからアメリカに残った時には勉強するだけじゃなくて、実際にお金も稼いでね、多少なりともこの松下電器にね返さないと、使った分だけ返さないといけないなと思いましたけどね。